今回なんですけれども、2021年10月時点ではあるんですけれども、今年10ヶ月の間でですね、なぎシッ46の生写真に使った金額をまとめましたので、発表していきたいと思います。まず今年初めてしたお買い物はですね、スペシャル衣装28と、えとの牛、こちら15ずつでしたね、合計30パックです。スペシャル衣装28は、ミュージックステーションで、ルート246、こちら披露者のと、 同じだったので、つい買ってしまいました。続いて成人式のものですね。ヨダちゃんとセイラと、で、二人が写っているものの合計3パック購入しておりますね。続いて、表題の僕は僕を好きになるですね。こちら12パック購入しております。まあ、3期の推しの水木初センターと、2期の推しのミオナ、表題ラストということで、もうこの画像を見た時はね、本当にテンション上がったのを今でも覚えてます。 続いてが9周年のアニバーサリーのものですね。こちら15パック購入したんですけれども、ちょっと引きがあんまりよろしくなかったですね。座りよりがあや音ちゃんと楓とヤクバちゃん。この3名だったので、結構トレー厳しかった思い出があります。続いてが5の倍数で選ぶ5フォトですね。の4機のものですね。こちら20枚購入したので、まあ、4パックですね。続いてが僕は僕を好きになるのゴシコンとウィルダネスワールドのゴシコンですね。 こちら同時に出たもので、合計で19パック購入しましたね。でアスカ、ミオナ、ミズキ、ミナミン、クボちゃん、モモコ、カッキーに関しては、どちらの種類も購入しましたね。続いてが6枚セットの個別の生写真ですね。3種のものが2セット入っているということで、これかなり6枚セットっていうのがレアなので、値段もちょっと、いつもよりは少し高めのものでしたね。こちら10パック購入しましたね。続いてが口ほどにもないキースト、アウトオブザブルー。 こちら同時発売でしたね。合計で5パック購入しております。たまちゃんとカッキーサトリカセーラ、たまちゃんですね。続いてが紅白2020衣装1位ですね。こちら17パック購入しました。直筆サイン2倍ということもあったのと、まあ、こちらもルート246をね、紅白歌合戦で披露したので、気合い入れて結構買ったんですけど、 もう一緒に買った友達が目の前でね、いくちゃんの直筆2倍中だったんですけど、まあ目の前で当ててて、めちゃくちゃ喜んでましたね。続いてが、ビルダネスワールドのサンシコンの方になりますね。ランダムの方ですね。こちら13パック購入しております。アスカの引きだけ10匹できたのが良かったですね。より途中は未だに持っておりません。で、まあ13パックも買ったんでね。で、まあ桃子がもうすぐ出なくなるということで、3期生フルコンなんとかできました。 続いてがこちらですね。真夏の全国ツアーの大阪バージョンの T シャツと、あと BD ライブの衣装ですね。こちら、ウェブでの販売もあったのと、大阪で実際に会場でも販売があったので、僕は実際に会場に行ってトレーしてきました。どちらも11パックずつで、まあ、合計22ですね。続いてが5フォトの鬼滅の 9th アニバーサリーのものになりますね。これとか、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 まあいろいろ気に入ってるのめっちゃあるんですけど。 こちらを40枚購入しましたので8パック分ですね。続いてがごめんねフィンガーズクロスのご試行になりますね。こちら9パック購入しました。まあ、センターの遠作はもちろんサンプル出て購入を決めていた水木ミナミんせいとかもろもろで9パックですね。続いてがリラックスウェアですね。こちら10パック購入しました。まあデザインも良かったのと、あとこれが出てる時になんか会場で販売しているいろんなやつが 他の桃モ子モたちが、まあ、ウェブでも出てて、これだけはまあ、ウェブ限定ということで、会場ではないということだったので、買ってしまいましたね。10パックですね。続いてが全部夢のままと、桃子卒業の桃子オンリーのものですね。こちら、全部夢を19で、桃子を17ですね。桃子の方はですね、まあ、フルコンしたいなと思ったので、まあ、余裕を持って17買ったのと、で、全部夢のままもなんか、10とか変に買って、 ヨダちゃん0枚だったら、まあヨダちゃんはコンプ厳しいなと思ったのでまあ結構多めの19って感じで。続いてが直近のものになりますね。思い出ファーストですね。こちら7パック購入しております。リリア、レンタン、ミナミン、モモコ、クボちゃん、ミズキ、ヨダちゃんの7名ですね。続いて最後が5フォトの最新のものになりますね。まあこんな感じで、もうめちゃくちゃ映りいいのがちょっと多すぎてですね。かなり買ってしまいましたね。 まあ、合計60枚買ったんで、まあ、12パックということで、こちらですね。